研究室を離れたテレサ一行は、oh. 人型ロボットの脳内情報をもとにキアナの行方を追おうとしていた。 it's still loud, しかしその矢先ネゲントロピーの係屋から通信が入る。ネゲントロピーの所有するデザイアジェムを移送するため係屋がハイペリオンに協力を要請してきたのだ。Okay. だがその通信中に死んだはずのハイヘビが人型ロボットを介しハイペリオンのシステムを掌握してしまう。Uh-huh. ハイヘビによる混乱は収束するものの人型ロボットは再び昏睡状態へと陥り一行を悩ませていた。 I'm glad they're doing a little bit of a recap。 人型ロボットとハイペリオンのメインシステム、この2つのリンクは切断できたよ。今は必要な設備が揃っていない。彼女を再び目覚めさせるにはネゲントロピーの本部まで行くしかなさそうだ。でも係屋はどうするの？彼女の話だと天命がデザイアジェムを奪うために多くの部隊を出撃させてるのよ。きっとそれに、もしデザイアジェムが天命に奪われたら大変なことになるわ。実はさっきテレサさんとこの件について話し合ったんだ。それで現状に沿ったプランを2つ考えた。1つは係屋の支援要請を無視してこのままネゲントロピー本部に戻り人型ロボットを修復する。デザイアジェムについては諦めてキアナの行方を最優先にするんだ。全員が共に行動することでリスクを最小限に抑えることができる。 I see。 ただしこのプランだとデザイアジェムは奪われる。そして係屋とその部隊もおそらく。正直長い目で見たらこの案は有用とは言えないかもしれない。ではもう一つのプランとは？僕たちがそれぞれ別行動を取るんだ。2グループに分かれてネゲントロピー本部と係屋のいる場所に向かう。もちろん括弧撃破されて全てを失うリスクもあるけどね。つまりプラン1だと安全性が高い反面デザイアジェムと係屋を犠牲にしてしまう。プラン2だと危険性は高いが長い目で見るとメリットがある。はあ、厄介ね。どちらのプランがいいか公平に投票で決めようと思う。みんなよく考えてくれ。5分後に投票を始めよう。 Am I gonna have to vote? おお。人型ロボットとデザイアジェム、どちらも失うことはできないわ。メイ、あなたはどう思う？本音を言うと、犠牲を考えなくてもいいのなら、キアナちゃんの行方を探したいと思っています。Yeah, as expected. もう、あれから4ヶ月も経ちましたから、キアナちゃんが心配です。私も同じよ。それに、みんなを危険にさらすわけにもいかないわ。プラン1を選ぶしかなさそうね。We're gonna have to choose wisely. アインシュタインさん、あなたはどう考えているのですか？僕はプラン1を選ぶよ。Pretty irresistible, considering Einstein. キアナは計画の核心で、オットーが最も重要視しているからね。それに、カカリアは信用するには大事な人物だ。I don't trust her one bit. これに関しては、君が一番よくわかっているか。君の父親を落とし入れ、君を律者に改造した人物が、あの係屋なのだからね。What a douche。はい、あの人がしたことは決して忘れません。ただ、正直に言うとプラン1も完璧とは言えないんだ。オットーより先にキアナにたどり着けるかどうか、人型ロボットの中にある情報がどれぐらい役に立つのか。Yeah, let's see what Tesla has to say. テスラさんはどう思いますか？悩んでるわ。ボサ頭の言う通り、別行動は全てを失うリスクがあるわ。けど係屋をほっとくのも何か違う気がするのよね。彼女がどうなろうが知ったこっちゃないけど、彼女が手にしている機構部隊はネゲントロピーの大事な資源だし、あれほどの兵力を一気に失うなんて損失が大きすぎるわ。係屋はあの子のお母さんでしょ？ Oh, yeah. ブローニャちゃん、あのメギツネにはこれっぽっちも交換なんて持ってないし、むしろ嫌ってるけど、あの子は違うでしょ。ああ、もうどうすればいいの？ブローニャちゃんはどうするか決めた？ブローニャはプラン1がより合理的な選択だと思います。でもそしたらお母さんは？ Rania bowed her head slightly, though expressionless. Her sadness was more than obvious. やっぱりカカリアさんを犠牲にするのはブローニャちゃんにとって残酷すぎるわ。Yeah, this is hard. もし心に引っかかりがあるのなら、自分の気持ちに正直になってみて。でも、お母様はみんなにひどいことをしました。ブローニャは、this is hard. 自分のせいでみんなを危険な目に遭わせたくありません。みんなを信じて、ブローニャちゃんも本心で選ばないと。ブローニャは、お母様にもう一度会いたいです。会って確かめたいことがたくさんあります。私もブローニャちゃんと同じよ。決着をつけたいことが
たくさん残ってるの。会えないと困るわ。ありがとうございます、メイ姉様。You're so sweet. あれ、テスラさんいたんですか？もしかして私たちの会話聞いてました？ Yeah, why wouldn't she? そんなことしないわよ。盗み聞きなんてするわけないでしょ。Why wouldn't you eavesdrop on teenage girls? もうすぐ時間だから、そろそろ戻りなさいって伝えに来ただけ。わかりました。行こう、ブローニャちゃん。了解です、艦長。じゃあ、投票を始めるわ。1、2、3。スワッシュ。アインシュタインと私がプラン1。メイとブローニャ。それにテスラがプラン2ね。おお、interesting。3対2で、プラン2に決定だ。それじゃあ、ここからは別行動ね。テレサさんと話し合った時、プラン2になった場合の組み合わせも考えておいたんだ。テレサさんとブローニャ、そして僕がハイペリオンに乗ってカカリアと合流し、デザイアジムを移送する。テスラとメイがヘリオスに乗ってネゲントロピー本部に向かい、そこで人型ロボットを修復する。全員の状況を見て判断したんだけど、問題ないかな？問題ないわ。博士と学園長の判断を信じます。ブローニャも意見はありません。意義がないならこれで行こうか。メイ、気をつけて。リタはすでに人型ロボットの脳内から情報を得ているわ。鉢合わせする可能性があるわ。はい、わかりました。学園長たちもどうかお気をつけて。ブローニャちゃんもあまり無理しないでね。はい、メイ姉様、ありがとうございます。ヘリオス号は軌道に乗ったわ。いつでも飛べるわよ。では行ってきます。おお、This is so cool。 テスラ、行ってらっしゃい。テレサさん、僕たちもそろそろ出発しよう。 4 hours later Marianas, West Pacificテレサさん、カカリアとの合流場所まであと15キロのところまで来たよ。ただ通信のジャミングがひどくて、カカリアと全く連絡が取れない。ジャミングの原因はわかるかしら？いや、原因が不明なんだけど、近くの島で特殊な崩壊エネルギー反応を検知した。 Is this Manila? テレサさん、フィリピンズ。ブローニャと調査をお願いできないかな？もちろん、問題ないわ。任せてちょうだい。システム警告、目標発見。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、発射。ドキュメンタリーハンカイビース detected。 What the hell is that? Like a jellyfish。 目標発見。ファイヤー、こいつがジャミングの原因ね。片付けてやるわ。Oh no. 誰? What the f- Oh. Huh? 楽勝、楽勝! Who are these cuties? Oh my god, they're so cute. これで20体目! 私の勝ちね! Are they twins? Rosalia. Should I say Rosalia? Is that the way, the proper way of pronouncing it? I'm so sorry if I pronounce that wrong. Lilia! さっきの賭け通り!おやつのケーキは私がいただくわ。リリー、ロザリア and リリー。さすがロザリア、こんな短時間で崩壊獣を20体も倒すなんて、乾杯よ。Oh, so it's Lilia, it's not Lily, I see. でもね、負けるのは予想できてたの。だから、出発前にケーキは美味しくいただいたよ。Oh my god, clever. なんですって、ずるいわ。子供が2人、どうしてこんなところに。 Yeah, that's a bit weird. ロザリアとリリアですか? Oh, so, wait, do you know them? Bronya called out to them and alerted the two girls to her presence. リリア、見間違いじゃないよね、あの子。ロザリア、この特徴的なドリルはどう見ても。 Yeah, they're a bit iconic, don't you think?She's so cute. The pink-haired girl pounced and hugged Bronya while wagging her tail in excitement. お久しぶりです。ロザリア、リリア、大きくなりましたね。For a second there, I thought it was, Rita who showed up, but yeah, I guess I was wrong. ブローニャ姉さんは昔のまま、
少しも変わってないね。そうよ、どこも変わっていないわ。 Oh my god, is that the voice of Paimon? What the hell? ロザリア、そこをあまり触らないでください。どうしてここに？最初、二人だと気づきませんでした。 Vanya looked at the girl's tail. Rosalia happily extended her prehensile tail towards Bronya. I don't know that word. I'm sorry. どう？この尻尾、すっごくお気に入りなの。特別に触らせてあげてもいいわ。 Yeah, I can definitely hear Paimon. これはね、お母様が私とリリアにくれたプレゼントなの。ブローニャも欲しいなら、お母様にお願いしてみるといいわ。I'm gonna have to look it up later. ロザリア、本題に入るから少し静かにしてて。Really、ブローニャ姉さんは、アインシュタイン博士と一緒に来ているんでしょ？私とロザリアは、お母様の指示でお迎えに来たの。What? 連絡が取れなかったから、どうしようかと思ってたんだけど。まさかここで会えるなんて思わなかったわ。Okay.No, don't fall for it. Is this a trap? ブローニャ？大丈夫です。少し待っていてください。ブローニャの仲間を呼んできます。Of choice, isn't it? あの二人とは知り合いなの？はい、ブローニャが孤児院にいた頃の友達で、ロザリアとリリアです。I see. 双子の姉妹で、ロザリアが姉、They're、リリアが妹になります。Twins. Yeah, yeah.ロザリアは年齢はブローニャより少し下くらいです、うん、友達なのね。よかったわ、仲がいいのね。でもあのピンクの髪の子、ロザリアかしら。 Yes. 彼女の角と尻尾、どう見ても機械じゃないわ。 What? Yeah, I didn't notice that. あの質感、崩壊獣のものね。一体どういうことかしら。ブローニャにもわかりません。ブローニャが孤児院を出た時には二人とも普通の子供でした。Oh my God. ロザリア、リリア、あれから一体何があったのでしょう。あの二人、カカリアの部隊の戦士だね。はい、迎えに来たと言っていました。それとあちらもハイペリオンと連絡が取れず、ここでジャミングの原因を探っていたようです。とにかく無事合流できてよかった。カカリアのところに案内してもらおう。ロザリア、リリア、状況をみんなに説明しました。カカリアお母様のもとに案内をお願いできますか。Oh yeah, wait a minute. They have separate. I couldn't see this one, but they have. They both have horns. でもその前に、yeah, she only has one. So they come as a pair.I guess. 双子の姉、今は一人前の戦士としてお母様と一緒に行動しているわ。 I'm assuming that they're Russian, right? Because, yeah, Rosalia Olyanieva. Yeah, that seems like a Russian name. And obviously, I think Matushka is mother in Russian. Let me know if I'm completely wrong. こっちは妹のリリア・リン。 Lilia Olyanieva. はじめまして、よろしくお願いします。ロザリアはバカだから何か気に障るようなことをするかもしれません。でもそれはロザリア個人の行動であって、リリアとは関係ないから責めないでください。もう誰がバカですって。さっきの崩壊獣とはあなたたち子供二人だけで戦っていたのかしら。うん、お嬢ちゃん、誰が子供ですって。She really has a complex. 子供扱いすると痛い目に遭うよ。そうよそうよ、私とリリアの体内にはそれぞれ崩壊獣が一体ずつ入っているんだからね。私たちすごいのよ。 Okay. 崩壊獣？ Isn't that bad for you though? ロザリア、また言っちゃいけないことを言った。 Yeah. お母様に言いつける。尻尾を引っ張ってもらうよ。やめて、尻尾はすごく敏感なんだから。ごめんなさい。今のは私たちの秘密なの。聞かなかったことにしてほしい。 Okay, try to cover it up. 自己紹介はここまで。案内します。目的地は開演場です。詳細座標はご存知ですよね、アインシュタイン博士。ああ、知ってる。テレサさん、ひとまずハイペリオンに戻ろう。詳細は後で説明する。 Okay.
Everyone return to the Hyperion. これからネゲントロピーが保護している全文明の遺跡。The Deep. I am so curious about this. It is a ruined city from the previous era. Yeah. I heard about this in the Honkaiverse video, the previous era. So. 話してなくて、yeah. すまなかった。I am very interested. 大丈夫よ。こういう遺跡、どこの組織にもあるものだから、言わなくてもわかるわ。それで、どこの島に行くのかしら。いや、にわかには信じがたいかもしれないけど、僕たちの目的地は、yeah. 海のそこなんだ。北緯11度 20.9 分、東経142度 11.5 分。海面下6152メートル。Is that literally Atlantis? ここがネゲントロピーが発見した全文明の遺跡。海炎上。Oh my god。エモアナキノだ。わ。て、モア、キ、わ。Damn, my voice is very husky in the morning. I'm sorry about this. Outskirts of the deep, a massive underwater ruin.I love the attention to detail, by the way. Like, they didn't need to. I mean, I guess they had to. But yeah, I just love that we're underwater right now. 全文明の遺跡はいくつか見てきたけど、こんな綺麗に残っているところを見たのは初めて。海底で眠っていたおかげだね。ここ数ヶ月、天命はデザイアジェムを探して、世界各地のネゲントロピー支部に攻撃を仕掛けてきた。デザイアジェムを守りながら大勢の敵に追われたお母様はここに隠れるしかなかったの。一箇所にとどまるのはあまり得策とは言えないわね。天命の偵察部隊ならいずれここに気づくはずよ。いや、もうすでに気づいているみたいだ。Shit. 海炎上で大規模な戦闘反応を捕捉した戦術機構とバルキリー部隊が交戦中だ。そんな、出てきた時は何もなかったのに。早く出して、お母様を助けないと。総員、戦闘準備、飛行部隊に協力して、バルキリーを撃退するわよ。Oh no. 早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。Ooh, what? はぁ、ちょっと寝るね。Oh my god. What the hell? This is so cool.This is just like, let me finish my sentence. Kokomi, yeah. That's what I was trying to say. It's just like Kokomi's island. Okay, so where should we be going? しました。追撃はなしだ。それよりも、もっと大事なことがある。早くカカリアの元へ急ごう。 Yeah. Priorities, people, priorities. あら、お気遣い感謝するわ、博士。 Oh my god. 待っていたわ、アインシュタイン。それから、ハイペリオンの皆さん。 She's hot though. Oh my god, I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. I'm a sucker for hot girls. Oh my god, I can't believe I said that. I see big booba, I approve. 待っていたわ、アインシュタイン博士。そして、ハイペリオンの皆さん。Lucoya scanned everyone before slowly directing her gaze to Bronya. Bronya gave no response. Her face betrayed no emotions. ご協力、心から感謝するわ。思ってもないことは言わなくていいよ、カカリアさん。それよりも、本題に入らせてもらう。I almost forget that Einstein's a she. デザイアジェムをこちらに渡してくれ。安全な場所に移送する。そう焦らないで、アインシュタイン博士。Don't think she will hand it over that easily. 天命がここに気づいたのを見たでしょ。ゆっくりと反撃の策を練りましょう。悪いけど、時間がないんだ。デザイアジェム以外のことに関わる余裕はない。渡さなかったら、敵はさっきの奴らだけじゃなくなる。The atmosphere was intense.
Yeah, no kidding. Teresa gripped the spear in her hands. Ooh, let's go. Golius Max responded to the tension and assumed combat poses. ますます天命の指名手配犯っぽくなってきたわね。I hate that she's so hot. Oh my god. 私たちはデザイアジェムのために来たの。デザイアジェムをこちらに渡せば、天命も自然と矛先を私たちに向けるようになるわ。それでも応じないなら、何か企んでいるとしか思えないわ。さすがの洞察力ね。降参だわ。ここの兵力だけで元 S 級バルキリーを相手にするなんて無理だもの。私の負けよ。デザイアジェムは開炎城の中よ。取ってくればいいわ。取れるものならね。どういう意味だ。アインシュタイン博士、この世の中何が起こるかは誰にも予測できないの。ちょっとしたアクシデントのせいでデザイアジェムが漁師の海へと落ちてしまったのよ。 Oh my god. Really?What's Sea of Quanta? What is that? 何を企んでいるんだ。だから、ただのアクシデントよ。企んでなんかないわ。取ってくればいいだけでしょ。あなたならできると信じているわ。アインシュタイン博士。This seems like a trap to me. 漁師の海の危険さを分かっていないんだ、君は。分かってるわ。だから協力を要請したの。デザイアジェムを取り戻せるのはきっとあなただけだから。I mean us. I don't trust her one bit. I'm sorry. 必要な機材は用意してあるわ。好きに使ってくれて構わない。ただ、あなたが調査している間、ハイペリオンが開炎城を守ってちょうだいね。そうするしかないのは、わかるわよね。わかりましたね。プローニャたちを代わりに戦わせるよう。また騙しました。落ち着いて。ブローニャ、感情に流されないように。 Yeah, this is perfectly planned. 部隊が安全に撤退できるようにしただけよ。デザイアジェムをそちらが入手しても、天命が私たちを攻撃しないなんて保証どこにもないでしょ。それにあなたたちは最初からデザイアジェムのことしか考えていない。まるで私たちのことはどうでもいいと言わんばかりに。言ったはずよ。これは互いに利益をもたらすための協力。天命こそが私たちの共通の敵なの。Are we sure about that? この遺跡は自由に出入りしていいわ。私がデザイアジェムを隠したと疑うなら、思う存分調べてちょうだい。気持ちよく協力し合いましょう。I don't think she's lying, but... ちょっと寝るね。You really got us. ハイド&シェイク!やられた。Yeah, これじゃ、exactly. ここにしばらく滞在することになる。カカリアがこんなことをするなんて、僕がもっと慎重に考えていれば。申し訳ありません。すべてブローニャのせいです。これは投票の結果で、君のせいじゃないよブローニャ。落ち込むよりも、exactly. この問題をどう処理するか考えよう。博士、カカリアが言っていた漁師の海って一体どんなところなの？My question exactly. 漁師の海はこの遺跡の最も深いところにある秘められた場所だ。The deepest secrets of these ruins. そうだな。まずはこの遺跡について話そうか。You should see this for yourself. Follow me. ハイド&シェイク。ハイド&シェイク。太平洋の底にこんな遺跡が隠されていたなんて。ネゲントロピーはいつこの遺跡を発見したの？そんなに時間は経っていないよ。第二次崩壊の時、月からの隕石が太平洋に落ちてね。A lunar meteor crashed into the Pacific. その隕石を探そうとして偶然ここを発見したんだ。 Okay. この遺跡が存在する海域はネゲントロピーの勢力圏内で、しかも場所が海底だ。だから天命も遺跡に気づかなかったのさ。つまんない。 I'm gonna see. I can't read that fast, sorry. 遺跡の中のこの文字、これは全文明起源で使われていた世界共通語だ。Oh, global language? 元はムー大陸と呼ばれる大陸内で使われていた文字で、古典、視界文書に記されている文字もこの文字なんだ。That's sea squirrels. 視界文書、確か視界沿岸で発見された古の写し本ですね。まさか全文明のものだとは思いませんでした。視界文書はムーンライトスローン理論の元になった文献なんだ。Oh, okay. だからムーンライトスローンの理論も開炎城と同じで、ムー大陸を起源とする失われた技術なんじゃないかと僕たちは思っている。まだ確証はつかめていないけどね。
ハイド&シェイク。I gotta say, this is a really cool place. 記録によると、ムー大陸は全文明起源で最も繁栄した場所の一つなんだ。技術レベルは世界トップクラス。住人も世界総人口の6分の1を占めていたらしい。That's a lot. そんなに大きい国だったのに、その痕跡が少しも残っていないなんておかしいわね。そう。それは最悪な形で終焉を迎えたからなんだ。全文明起源の第9律者、岩の律者。彼女が疑似的な巨大ブラックホールを作り、この大陸のすべてを飲み込んだんだ。Creature of Earth? The fuck? Created this a giant pseudo black hole? What? They can do that? Jesus Christ. 重力が激しいプレート運動を引き起こし、破壊し尽くされた後に、わずかに残っていた建造物をマリアナ海溝へと沈んでいった。Interesting. Okay. 広大な大陸がいとも簡単に消えてしまうだなんて、ブローニャには想像できません。何が起こったのか、僕には推測しかできないけど、その結果が今僕たちの目の前にある。律者は決して意のままに操れる存在じゃない。オットーのやろうとしていることは、まるで子供の火遊びと同じようなものなんだ。Yeah. え、おじい様の計画を止めるためにも、必ずデザイアジェムを手に入れないといけないわ。Now I'm concerned about Kiana though. I hope she's okay. 早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。Let's talk to them. ブローニャ、びっくりした？個人とは全然違うでしょ。こんなに大きな海底庭園があるんだもの。だから、天命がここを壊そうとするなんて。許せないわ。開炎城の損害状況を調べるようにお母様に頼まれたの。ブローニャ姉さん、手伝ってもらえないかな。Should we help them? つまんない。つまんない。I'm kind of surprised they're still home by here. Oh, wrong. Oh, まだ敵が。大丈夫よ。片付いたわ。テレサちゃん。ちっこいのに意外とやるわね。そういえば会った時から思っていたけど、テレサちゃんは普通の子供と違って特別な匂いがするよね。 So her sense of smell is really strong. See. ちょっと、待ちなさい。何する気？くんくん。うわ、これは荒野の匂いだわ。ビタメロン？ What？ 失礼なガキね。学園長は子供と打ち解けるのが上手ですね。そうつまんない。 Okay, time to focus, I guess. 早く出てきなさい。 Okay. 出ないと全部。あと少しで開園場の内部に入るわ。中のものはネゲントロピーの最高機密よ。規律上は秘匿しなきゃいけないものだけど、今さら隠す必要もないわね。では幸運を祈るわ。 The deep, the massive underwater ruins. これが開園。驚いたわ。 Sorry. 中と外で全然違うのね。とても同じ場所には思えない。あれ、なんだか頭がクラクラするわね。全文明起源の遺跡だということを考慮しても、あまりに独特です。博士、漁師の海とは一体どういうところなのですか？ Please. 宇宙にある全てのものは漁師によって構築されているんだけど、その漁師には不確定性があるんだ。Okay, I can definitely understand this. Yeah, no problem. 漁師が観測されるとき、Once observed. 無数の異なる状態にある平行宇宙から、ある一つを特定し、宇宙へと収束する。Uh-huh. What? So, okay. I'm gonna try and understand this. これが量子力学の中でも有名な多世界解釈なんだ。Many worlds. So it's like a multiverse then. もう
う少しわかりやすく説明できないかしら。 Very simple English, yeah. いいよ。例をあげよう。僕たちの宇宙をコップに入った一杯の水としよう。その周りには似ているけど違う一杯の水が無数にある。 Okay, so yeah, glass of water is one universe, and then this is also another universe, and so on and so forth. So then, what is this? Is this where all paths converge or something? 今、コップの中の水が溢れ、机の中心で水たまりになる。Mm-hmm. Okay. この水たまりはどのコップにも属さないけど、水たまりの水はすべてのコップから来ているかもしれない。The water of the puddle may be from any glass. Okay. 全文明起源の人たちは平行宇宙にこういった奇妙な次元が存在していることに気づいたんだ。Oh. 彼らはこのコップの間の水たまりを量子の海と呼んでいた。This is the sea of quanta? Okay. こういう概念は SF 作品でしか出てこないと思っていたわ。Why not call it the puddle of quanta? 確かに信じられません。ただ、量子の海が存在している以上、理論上はそこを突き抜けることで、wait. もう一つの宇宙にたどり着けるということです。 Is it possible to go from Honkaiverse to the Genshin universe? I'll just think of that another day. 本当にそんなことがありえるのですか? Yeah, that's my question. 理論は所詮理論だよ。量子の海の向こうに何があるかは誰も知らない。ああ。それに量子の海に入ること自体極めて困難なんだ。海炎城の資料によると、全文明の人たちは無数の実験を繰り返し、最後の最後でやっと量子の海へとつながる扉を作り出せたらしい。How? それがこの遺跡というわけですね。その通り。で、モアナキノはあくまで先住民が付けた呼び名であって、The Malevolent Sea. 事実上は都市でも要塞でもない。これは量子の海につながる巨大な転送ゲートなんだ。What?Okay. この転送ゲートの名前を海炎の目という。I have the deep. Oh my god. 今、私たちがいる場所ね。ここへ来てからどうも調子が悪いと思っていたけど、それで納得したわ。長い年月の間、ここは漁師の海の侵食を受け続けた。そして、oh. 僕たちは1年ほど前に漁師の海を探索しようとある計画を実行した。I suddenly look a little sad.Oh my god. 結論だけを言うと、その実験は失敗した。That's what we saw in the last chapter, I think. And chapter 9 EX part 2? 今の人類の技術レベルでは、量子の海に手を出すのは危険すぎたんだ。その時、僕とテスラは身をもって痛感したよ。Tell me if I'm right or wrong in the comments below. I'm sorry if I'm completely wrong, by the way. それで、探索計画は無期限休止になり、海炎城も二度と実験に使われなくなった。けど、まさかまたここに来ることになるとは思わなかった。Yes, she's so smart and also paired with Tesla. 門の向こうまで急ごう。何としてでもデザイアジムを取り戻す。第1幕終焉を迎え、第2幕開演の時間よ。Okay, I guess we should go deeper. Oh my god, what the hell? It's a bit creepy, isn't it? 早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃう。いや、私の時間では誰も勝てないのよ。つまんない。Okay, let's go deeper. This is cool. Come on. ここが突き当たりだよ。ここから先、漁師の海と同化しているみたいね。漁師の海に入るにはここに飛び込めばいいのかしら。博士、漁師の海に入る人選についてですが。うん、考えたよ。ここには僕が入る。君たちにはここの入り口をしっかり守っていただきたい。Really?
転送ゲートが開くとき、開煙の目が巨大な波動エネルギーを発生させ、付近の崩壊獣を引き寄せる。それを防いでほしい。一人で行くの？漁師の海に入る資格は誰もが持っているわけじゃないんだ。 Okay, but does this make you special, Einstein? テレサさん、肝炎場の内部に来てから体の調子がずっと悪いだろう。ああ。そうね。戦闘に支障が出るほどではないけれど。 Maybe she's not fit to fight. It literally counters her battle suit, I think. I don't know. それが漁師の海に拒絶される人の症状だ。Wow. Okay, it's just literally rejecting her. 症状は人によって異なるけど、中には気絶する者もいるほどだ。無理して入ると二度と戻ってこれない。そうなの？見たところブローニャは平気みたいだね。けど実際に入ったらどうなるかはわからない。だから最も漁師の海を理解している僕が入る。本当に大丈夫なのですか？ああ、信じてくれ。I don't like this. フィールドワークもそろそろ終わりだ。I don't want anyone to die again. 戻ろう。これから忙しくなるぞ。Oh, 100 hours. Training cabins. The Hyperion. That scared me. Jesus Christ. Target destroyed. 8 items completed. Good work. 続けて。 What the hell is happening?Warning, simulated training intensity has exceeded safety limits. 構わないわ。 What is this? It's generating item 9, generating scene 9. Item 9 and scene 9 generated. What the hell?This is cool, but this is unsettling. Target destroyed. 9 items completed. Good work. What the hell is happening?頑張っているね、テレサさん。Simulated red colored sky faded away and revealed smooth cabin walls. 博士、まだ起きてたの？普段通りさ、僕がいつも寝る時間はもう少し先だからね。She's so pretty. Einstein is so pretty. I can't believe I'm saying this. まあ、僕のことは置いといて。What timeline is this? テレサさんに用事があってきたんだ。システムが漁師の海の波動状態を調べている間にテレサさんの依頼を完了させたよ。Just casually like that? Just like that? 要望通り、血気し血行のシステム検査を行った。その結果、okay. バックドアプログラムは確認できなかったから安心してほしい。天命がそれを使って追跡することは不可能だ。That's good to hear. そう、安心したわ。ただ、それとは別に意外な発見が一つあった。メインシステムにグレープニールという項目を見つけたんだ。グレープニール？それは何なのかしら？月光の走行機能を制限するシステムのようだね。Limiting the potential of the Blood Knight battle suit. どういうこと？ Interesting. テレサさんは帝王級崩壊獣ビシュヌの DNA を持っているおかげで優れた力と自然治癒力を兼ね備えている。ビシュヌ。けど、この2つは崩壊獣ビシュヌの本質じゃないんだ。テレサさん、よく聞いてほしい。ビシュヌが帝王級に分類される理由は消滅時に及ぼす影響が非常に危険なものだったからなんだ。消滅時？それってビシュヌは崩壊獣を飲み込んで成長する崩壊獣だ。血騎士月光はテレサさんの中にあるビシュヌ DNA を活性化し、意図的な操作を加えることで力を発揮する神殺し装甲なのは知っているね。けどこのグレープニールというシステムは活性化 DNA の放出速度を大幅に制限しているんだ。 What? そしてその制限はフル状態のおおよそ 15%。This is so anime. たった 15%? それじゃ効果がほとんど制限されているじゃない。その通りだよ。活性化 DNA の放出には5段階あって、
システムが1段目でロックしているようなんだ。制限というより今の月光はヴィシュニュを封印するための束縛走行と言っても過言ではないだろうね。制限システムを解除すると活性化 DNA の放出速度が本来の設計通りになる。3段目から危険、5段目は禁忌となっている。 Oh my god, Jesus Christ。 予想では5段目になると放出速度が 100% になるんだと僕は思う。 100% になるとどうなるのかしら。それは僕にもわからない。その制限システム解除はできる？いつでも可能だ。テレサさんが覚悟できたらの話だけど。 1100 hours bridge the Hyperion。 みんな、いい知らせがある。 Good news. My god, I'm so happy that there's good news. Results show that the Sea of Quanta will stabilize in 20 hours. That'll be our chance. だから今日中にデザイアジェムの場所を特定しなければならない。何かブローニャにも手伝えることはありますか？ブローニャ、君は賢いけどコーシーの積分定理はまだわからないだろう。コーシーゴッサーティアム。確かにブローニャにはわかりません。だから別のお願いを聞いてほしい。この子たちをどこかに連れて行ってくれ。静かに作業できる環境が欲しいんだ。OK。 はい、おはー、遊びに来たわよ。OK。 ロザリア、もう朝じゃないよ。どうしてカカリアのところじゃなくてこっちにいるんだ？私たちと行動するようにカカリアが指示したそうよ。今敵はいないんだけれどね。ペイビセットム。ブローニャ、少し遊んできてあげなさい。ロザリア、リリア、博士の作業を邪魔しないでください。外に行きましょう。I doubt that's gonna work. やったー、ブローニャと一緒に遊べるわ。何して遊ぼうかしら。かくれんぼはどう？今日は3人いるもの。かくれんぼは好きだよ、動かなくて済むから。ブローニャはあまり好みません。 She's so chill. 他に選択肢はありますか？私たちのステージを見てもらうのはどう？お？ステージ、きっと驚くわ。ブローニャがいなくなった後、リリアと偉業を成し遂げたんだ。実は大人気子役グループ、ウォッカガールとしてシベリア芸能界でデビューしたのよ。カカリア孤児院限定だけどね。毎年数えきれないほどの公演があって。本当は1回だけ。毎回満席で観客をみんな個人の子だしね。座れずに立ち見するお客さんまでいたの。椅子が少なかったの、全部で3つしかなかったから。リリアは黙ってね。やっぱりかくれんぼにしましょう。おー、that was so hard to work。 見つかった。見つかったね。どうして2人一緒に隠れているんですか？隠れるのがめんどくさいからロザリアについていけばいいかなって。私たちの負けね。罰ゲームとして約束通り、ブローニャにウォッカは涙を流さないを披露するわね。 okay. ブローニャはそんな約束をした覚えありません。脚本はロザリアが書いたよ。字は汚いけどいい話なのは保証するよ。すみません、ブローニャはタイトルからそこはかとない地雷臭を感じます。 What the hell? でもいいです、続けてください。第一幕、かし昔氷と雪に包まれたシベリアでのこと。その日、僕はアレクサンダー・アレクシエビッチ・ドストエフスキー、アレクセイ・グリゴーリ・エビチ・ドフトエフスキーの4人目の子供だ。She's so cute. ブローニャは全言を撤回します。かくれんぼを続けましょう。なんでよ、あれ、エフスキーに何か不満でもあるの？ I can't unhear Paimon. No, I'm sorry. 名前を覚えられないのならそんな名前をつけなければいいと思います。 Like Bronya. ブローニャ姉さん、私たちの話本当にみんな気に入ってくれてたんだよ。そのみんなとは誰ですか？子猫とか子犬とか鳥とか石、あと崩壊獣よ。崩壊ビースティ。Silence. Girls stared each other without a word. The brief silence then gave way to the explosive laughter. The air was filled with the sounds of joy. Oh my god, joy. Oh my god, I cannot
I cannot do this. I'm so scared whenever this happens. Their laugh, however, quickly faded. 久しぶりだわ。こんなに嬉しいの。まるで昔に戻ったみたい。孤児院の広場でみんなで遊んでいた頃に。It's gonna be sad. ブローニャ、I have a feeling about this. イサベラ、セーレ。みんながいた頃に。ゾフィア、イサベラ、and セーレ or セーレ。I'm gonna have to remember that. お母様と共に行動している子はあなたたち二人だけなのですか？いろいろあって、今は私たち二人だけよ。幼い子たちは孤児院に残ってて、シンマールが世話係になってる。シンマール。あのシンが世話係、ブローニャには想像できません。Listen. ブローニャ、少しいい？見せたい場所があるの。ここは偶然見つけた島だよ。開園城から剥がれ落ちてできたのかもしれない。とても綺麗で童話の中の世界みたいでしょ。4ヶ月間私たちはずっと天命に追われて隠れ続けてきたの。潜伏先は廃墟、荒野、捨てられた都市ばかり。ここを訪れた時夢を見ているような感覚に陥ったわ。この世界にこんなに綺麗な場所があるなんて想像もしてなかったから。 Oh my god, why am I crying? まるで天国みたい。Please. Please. Okay, time to fight. While praying, I guess. Even in here, there's still Honkai. It's so sad. これは？What is that? There's a pile of neatly stacked stones in the corral. Renya knew what it was. 誰かのお墓ですか？ Delia didn't answer. Instead, she knelt down beside a tombstone. イザベラ、ブローニャ姉さんが来たよ。Please. Anymore, please. Please, no more sad. Okay, I guess we're doing this then. I'm sorry. ごめんね、ブローニャ。内緒にしてて。せっかく再会できたから、会わせてあげたかったの。Fuck. わかっています。The music is not helping, man. 謝らないでください。Check the tombstones. Where?This one? Shells, the greatest pile. Oh my god, I can't read that fast. Mioyo! I'm just gonna read silently. Okay. これはいつのことですか？大崩壊のせいで何もかもがめちゃくちゃになって、その時に子供がたくさん亡くなったの。ああ、That sucks. 天命に追われて、逃げ続けて、安心して眠る場所すら見つけられなかった。このお墓は、かかりやお母様と一緒に建てたの。この島のことを教えたら、お母様も気に入ってくれたから。ここは雪原とも孤児院とも違って外の世界だって、見ているだけで幸せを感じられる場所だって。 Good, at least now we know that she at least has a heart. She at least has a heart, you know. 昔はこんな景色を見ることなんてできなかったけど、ここで眠り続けてる限りと見ていられる。Okay. 気に入ってもらえてたらいいな。The music is really not helping. Children knelt before the burial mounds, decorated with colorful shells. The second Honkai destroyed their homes and childhood. The third Honkai took away their friends. Oh, fuck.This sucks so much. The melodies of the sea echoed in the background as Brunya looked
Spurnia looked at the tombstones in silence. Memories welled up within her mind. The snow on the roof, the old broom, the bland borscht, and the blue-haired girl who stayed by her side. Many things happened. Too many things, in fact. Bronya suddenly realized that the familiar orphanage was no more. It may have ended when Steele left, or when Kokolia betrayed her. Those fond memories were only ephemeral, drowned out by an emotionless void. She thought time could heal those wounds. But this sight was like a nameless pain that seized her by her throat. She remembered the burning brain chip and the gray serpent's taunting. These memories were like cold iron chains dragging her into a bottomless abyss. She could hear that person's voice echoing at the very bottom of that pit. Bronya. What the hell? She's here? Bronya. Bronya turned around and saw Kokolia. The Matushka recovered quickly from her surprise. Bronya looked at Rosalia. The elder twin shook her head. She had no idea that Kokolia was coming. Bronya wa kaerimasu. Mo sukoshi koko ni iite kurenai, Bronya? Ah. Kokolia tried to stop Bronya from leaving. Did she just slap Kokolia? Dame kashira. Bronya wa tamatama koko ni kita dake de anata no koto o yurushita wake dewa arimasen. Oh my god. Bronya. Bronya no nounai ni aru chip o tsukatte Wendy to Meinei sama o kizu tsukemashita. Sono koto o Bronya wa issou wasuremasen. Okaasan ga warukatta wa. Ritsucha o tsukamaeru kikai o nogashitaku nakatta no. Oh my god. ブローニャも分かっているでしょ。リツシャの研究がうまくいけば。ブローニャには分かりません。あんなことをしてどうしてそう何もなかったかのように平然としていられるのですか。ブローニャには全く分かりません。嘘つき。That means liar. Yeah, that's pretty heavy. そうだと思うのなら、それでいいわ。Oh my god, this is so heavy. Bronya left without a word. Ah, my god. She wanted Kokolia to keep arguing, but her Matushka silenced their conversation. Bronya は信じていました。 This is so sad. She left after seeing that. まずいよ。なんとかしないと。ブローニャ姉さん、大丈夫？ごめんね。わざとじゃないの。お母様が今日ここに来るなんて知らなかったから。I genuinely believe that. 大丈夫です。Excuse me. ブローニャは二人のせいだと思っていません。ブローニャとお母様のことは気にしないでください。Need to wipe some tears. I'm not crying, you're crying. もうすぐ夜になります。帰りましょう。帰ろう。明日デザイアジェムを回収するとき、リリアと一緒にお手伝いするわ。うわ。Classic Lilia. Lilia はもうダメみたいね。おやすみ、ローザ、リリア。She's
Pretty good voice acting. Lilia collapsed directly into Rosalia's arms. どうしたのですか？リリアは夜7時くらいになると眠くなるの。この子、いくつになっても子供だから。こういう時だけ、that's a little early. お姉さんに見えます。殴るわよ。はいはい。Some of the voiceovers are not really accurate, but yeah, because I could vaguely understand Japanese. ブローニャは知らないわよね。ブローニャが出て行った後、海辺で病気のリリアを今みたいにおぶっていたことがあったの。She's sick? そしたら、たくさんの崩壊獣に囲まれてね。そんなことが。Oh. それで、ひどい怪我を負ったわ。お母様が駆けつけてきてくれた時の表情、今でも忘れられない。お母様のあんなに怯えた顔、後にも先にも見たことないから。ロザリア、あと少し遅かったら二度とブローニャにも会えなくなってた。 Oh my god, bro, please. お母様がね、助けてくれたの。不思議なお医者様を探して治してくれたわ。角と尻尾が生えてきて、体は以前よりも軽くなったわ。あれほど怖かったゾンビや崩壊獣も今じゃ相手にならないもの。 It must be painful for them. リリアは居眠り病になったけど、これが最良の結果だったと思ってるわ。私もリリアも分かってる。お母様がした実験はブローニャに辛い思いをたくさん与えたこと。でもその実験がなかったら、きっと私たちは助かっていなかったわ。Okay. 大丈夫です。わかっています。It's all just a question of morals at this point. ゼーレとブローニャがいなくなった後、お母様はよく自分の部屋に閉じこもるようになったわ。きっと悲しんでいたの。みんなの前では平気なふりをしていたけど、すぐわかるもの。後悔していると思うわ。あなたたちをあれほど大事にしていたから。Oh, man. Oh my god. 後悔しても何も変わらないことは分かっているわ。でもお母様のそばには誰かがいてあげないと。だから私とリリアは残ったの。もっとお母様の力になれれば、孤児院のみんなも助けられて、リリアの病気も治るかもしれない。そしたらブローニャが嫌っていた実験もしなくて済むわ。昔はブローニャとお母様に守られてばかりだったけど、今なら私もリリアも一緒に戦える。ロザリア、ありがとう。 Thank you. Can't believe this game. やっと帰ってきたね、ブローニャ。昔の友達とは楽しめたかい？Like, sometimes it's cheerful. When it gets too cheerful, it just goes bam, like sadness and depression instantly with no warning. I mean, I like that, but it just gets me off guard, you know? さっきテスラ博士からメッセージをもらったんだけど、これを渡すように頼まれてね。これは？テスラ博士がメイのバトルスーツを作った時、君のデータを元にもう一着作ったんだ。君に渡すのを忘れていた。このバトルスーツはもう少し調整が必要だな。今からしよう。 Oh, new battle suit. 調整は順調だ。実戦に投入しても問題ないと思う。博士、漁師の海について少し聞きたいことがあります。 Okay, more information. Let's go. ん？何を聞きたいんだい？ハイヘビがハイペリオンのメインシステムに侵入した時、ブローニャは実験記録を見ました。1年前の実験でネゲントロピーの名手であるベルとヨウが漁師の海に閉じ込められていました。これは。Oh, I'm sorry about that. ああ、君たちの不安を煽ってしまうんじゃないかと思って、あえて伏せていたんだ。彼は自らあそこにいることを選択した。Why though? 1年前、漁師の海の探査実験を行った際、僕たちはある存在を驚かせてしまったんだ。それのせいで実験は失敗し、僕とベルトは海煙の目に吸い込まれた。ある存在。あれが何なのか
僕にもわからない。唯一わかるのはあれが人類の敵だということ。ベルトが僕を漁師の海から逃がすとき、彼は残ることを選んだ。助けに行かなかったのですか？できなかったんだ。ネゲントロピーの技術では到底無理だったんだ。それに軽率に行動したら逆に彼に迷惑をかけるかもしれない。ブローニャ、どうして急にこんなことを聞いたんだ？いえ、理由はありません。漁師の海に幻想を抱くのはやめた方がいい。僕たちが軽々しく手を出していい場所ではないんだ。はい、わかりました。デザイアジェムの特定も終わったんだ。今夜はゆっくり休もう。明日から本格的に行動開始だ。ヒギ、準備完了。 Okay. Are we really sure about this? Oh my god, it's so pretty. Excuse me. Branya stared into the distance. As always, every beam of light trying to reach the depths was refracted by the constant flow. She remembered seeing this as she left the X-10 labs in the summer 4 years ago. ここにいたのね、ブローニャ。黒煙長。どうしたの？もしかして、カカリアのことかしら。That's a really cool CG. Let me take a screenshot of this when I'm recording about Kukolia. Probably, yeah. はい。お母様と偶然会ってしまい、ブローニャはいろいろと言ってしまいました。カカリアは謝ってくれた？いえ。でもロザリアは、お母様が後悔していると言っていました。ブローニャはどう思うの？ブローニャには分かりません。鉄の錆と血の匂いが12歳になる前のブローニャにある唯一の記憶です。あの地獄からブローニャを救い出したのがお母様でした。家族、友達、愛情。ブローニャが欲しかったものはすべてお母様がくれました。 I mean, she's not heartless. We already know that, but 孤児院にいた2年間、あそこは永遠に変わることのない自分の家だとブローニャは信じていたのです。ですが、ひどいことをされた。 Yeah, this is where the bad part comes. リツシャがお母様にとってどれほど大事なのかブローニャは理解しています。お母様はリツシャを作り出すこと、捕獲することに犠牲を惜しみません。ただ分かってはいるのです。でもそれでもブローニャはウェンディとメイ姉様を傷つけたくありませんでした。何も間違えてなんていない。ブローニャの選択は正しいことよ。どんな理由があれ、やりたくないことを強要させるべきじゃないわ。ましてやあんなやり方で。 Yeah, I mean, it's pretty terrible. ブローニャは、We can't deny that. 過去にお母様からいただいた愛情を否定しようとは思いません。 But we can't deny that either. ですが、yeah. お母様がしたことは許せないのです。Mm-hmm. ブローニャは、お母様とどう向き合うべきなのでしょう。 That's fair. カカリアの子供に対する愛情は本物かもしれない。でも、彼女は尊重こそが本物の愛だと理解していないのよ。子供は成長するものだって理解しなければいけないわ。尊重ですか？ Respect. 大人になってもね、怯えたり迷ったり答えが見つからなかったりするときはあるわ。そんなときこそ逃げずに自分の選択に間違いはないと信じなさい。あなたはセイフレイヤ学園のトップにいる生徒、優秀なバルキリーで人類のために戦う戦士なの。すべてはあなたが選んできた結果だから。え、ブローニャ、自分を信じなさい。あなたはもう子供じゃないのよ。 This is great. I love this so much. 学園長にそういったことを言われるのはなんだか慣れませんね。私だってこういうことくらい言えるわ。からかわないの。でも
すっきりしました。ブローニャ、頑張ってみます。え、ブローニャならきっとできるわ。 Alright, just don't push yourself too hard. ありがとうございます、学園長。 Please don't be like Teppe. ブローニャ、作戦地点に到着。 Cutscene, let's go.That's Colia, right? Who is that? Oh, is that Isabella and Sele? Man, they look so good. Beep, beep. 開炎場から異常なエネルギー反応を検出。一体何があったんだ？調べないと。Oh no. すぐにロボットを向かせ。Oh no. What did Colia do? ご用件は何でしょう？Dash. 偵察のために、まずはスピーカーの音声をオフにしてくれ。Voice prompt off. Okay. Oh, what the hell? This is so cool. Oh, I'm sorry. Oh my god. What the fuck? Okay, what's the objective? Need to get around it. Oh, I see. So I just needed to avoid it, literally. Okay, this place is cool. I don't know why I keep on saying that, but this robot is cute. Guess this is Einstein's buddy. Garbled noise. Is that Kokolia? 誰かが開炎場にいるのか。正確によると、アインシュタインが開炎の目に入るそうよ。子供には手を出さないでちょうだいね。 Oh my god. 声はカカリアだ。 Is she siding with Otto? 何かだけど、話してる相手は誰なんだ。それから、戦火制裁に関する情報を入手したわ。 What? Why? Oh no, oh no, 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 no. Who is that? Is that Grey Serpent or Otto? 気づかれた。ゼックス。反応がない。捕まったか。あの声、どこかで聞いたような。カカリアが何か企んでいる。早くテレサさんに教えなきゃ。 Oh no, 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 please. Please. What the fuck?No. What? What? Discretion is better than valor. Secrecy is also a useful skill. But you've made a fatal error, Einstein. Who the hell? Scientists do need discretion, but a spy needs something else. Spend us out of safe places. Who the hell?Oh no. Are these Honkai beasts? Oh no, don't give me that happy music after all of that. Is Einstein dead? Is she dead? Please tell me she's not dead. I am very, very concerned for Einstein's well-being right now. Bridge of the Hyperion. I didn't see any fatal wounds. So maybe she's alive? Please? 学園長、アインシュタイン博士がどこにもいません。どうしてこんなことに。ブローニャが最後に博士を見たのは整備室でした。でも今は誰もいません。このメッセージだけがその場に残されていました。 A complex algorithm for locating the gem of desire was left on the display. It was just as Einstein had said, she made all preparations for retrieving the gem. アインシュタインが私たちを置いて行動するなんて考えられないわ。きっと何かあったのよ。Smart girl. 学園長、太平洋の底で激しい崩壊エネルギー反応を検出しました。この海域の崩壊獣が一斉に海炎場へと移動しています。 Yeah, it's bad. 崩壊獣？まさか。退散しなさい。ハイド&シーク。セシリア。 Okay. テレサ、ブローニャ、カカリア、何を
をしたの？どうして崩壊獣が開炎城を攻撃しているの？ Explain yourself。 それは私のセリフだわ。開炎の目が起動し、崩壊獣がそれに引き寄せられたのよ。漁師の海の入り口が解放されたということですか？どいて！開炎城に入るわ！死にたいのなら勝手になさい。でもブローニャ、あなたはダメよ。開炎の目が暴走した今、数えきれない崩壊獣がここに向かっているわ。天命にも何か動きがあるはずよ。ここにいたらきっと死ぬことになるわ。私は開炎城を諦めることにしたの。ついてきてちょうだい。ブローニャにはやらなければいけないことがあります。 Yeah, it's just Bronya's personality at this point. 何をする気？いい子だからここを離れなさい。 I think this is all a part of her plan. Oh. ブローニャは拒否します。 She wants Bronya to be safe. 戦術機構、あの子を止めて。 Oh no, you're not. No, you're not. ゲームオーバーです。Pain in her voice. 戻ってきて、ブローニャ！お母様、ブローニャはもう子供じゃありません。もうずっと前から。ロザリア、リリア、ブローニャが開炎城に、あの子を助けて。ただ漁師の海には絶対に近づいちゃダメよ。急ぐ。どうして？ロコリアスタムハーフィスイントゥドゥウォール、アンドブラッドビガントゥテックトゥクルダウンフォームハーフレッシュウォンズ。Ghostly footsteps echoed in the darkness. A figure slowly appeared. Who is this? Who is this? I'm scared. Kakaria, ますます感心したよ。 Is this Grey Serpent? うるさい！認めざるを得ないな。 Yeah. 君は今までで一番信頼できる。 Also, what the hell? この短時間で挽回策を練ったこと。 Have I mentioned that I hate this guy's voice, by the way? I'm so sorry, I can't stand his voice.そしてそれ以上に目的のために犠牲をいとわずあらゆるものを利用する君の覚悟に。 Also, I hate the way 心から感服したよ。 He speaks slowly. Just a pain in the ass to edit. ブローニャ、どこにも博士の痕跡はありません。それに開炎の目の波動エネルギーが上昇し続けています。もう崩壊獣が多すぎるわ。お待たせ、大丈夫？ロザリア、リリア。ブローニャ姉さん、心配しないで、助けに来たの。気をつけて、また敵が来るよ。いくら倒してもキリがないわね。まるで孤児院のゴキブリみたい。Oh, my back hurts. Gonna have to wait for my chair to come. What's happening? What is that? I'm just gonna go down. Okay, there's certain more.Go. Rosaria, ここはなんだか気分が悪い。Oh no. Oh no. 見られているような。私も。クラクラしてきた。ひとまず戦闘が落ち着いてよかったわ。 Please don't, please don't put this to them. まだみたい。新手が来るよ。はそんな遺跡内の崩壊獣が
一斉にここに向かってる。 God damn it. Horde of Honkai beasts appeared right after Lilia spoke her words. This horde quickly swamped the place. ちょ冗談じゃないわよ。この数バカじゃないの。タイミングが悪すぎるわね。何としてでも止めなきゃ。開演場を失うわけにはいかないもの。私が相手するわ。ブローニャはその子たちを連れて隠れていて。 Let's go. 絶対に近寄らないように。 The heavy chains were extended, tugging the crimson cross towards Teresa. Let's go, Teresa. その制限システム解除はできる？いつでも可能だ。テレサさんが覚悟できたらの話だけど。もうどうに覚悟はできているわ。 Let's go, Teresa. 月光。Oh, it looks so cool. 制約の十字架の使い道を知っているかしら。Oh. What the hell? Oh my god. Let's go, Terry Terry. Let's go.Controller is vibrating like crazy right now. Ooh, Teresa is going ham. This is so cool. This is so badass. I love this so much. Okay, I need to get some SP. Actually.Just an infinite ultimate. Oh. Roaring Horde assaulted the Blood Knight. Oh my god, that was so badass. He faced a legion of carapace horrors with horns, fangs, and claws gleaming with death. But none of them could land a hit on her. Her bloodied spears and chains ripped through the Honkai Legion. In a furious storm,of blades and chains, all the monsters were shattered into pieces. He's so badass, by the way. Battle was far from over. By the way, here, heartbeats. I'm scared. Honkai Horde dwindled at an astonishing pace. But her innate senses warned her that danger had yet to pass. Oh.巨大エネルギー源の接近を確認しました。待って、これはこの反応、開演の目から来ています。The Eye of the Deep? What? 敵が来る。What the hell?Oh my God, no!What the hell is that? Oh my god. Okay. Okay.
Easy peasy. What the hell is that name? Tialok or Tlaloc? This is gonna call him Tialok. The unknown enemy is heading back to the Sea of Quanta. Wait for a minute. The eye of the energy is weakening. If this continues, the sea of Quanta will be closed. The monstrosity's final struggles obliterated the platform that the girls stood on. The shattered rubble separated the girls from one another. Rania's mind raced. She was the only one capable of making the next move. Oh no. Reason commanded her to ensure her own safety, join her friends, and devise a strategy. But the eye would close at any moment. Einstein was gone, and she was the only one who could reopen it. Oh no, oh no. Is she really dead? I hope not. Very soon, Schicksal would take advantage of the chaos and besiege the ruins. If that was to happen, the Gem of the Sire will be forever lost to them. What should she do? Neither the principal nor Dr. Einstein could give her advice. Bronya must decide. This is the last chance. Bronya, wait! Oh no, is she going in? Please be safe, Rosalia. Bronya will be safe again. No, no! But she did! Bronya then leaped into the swirling depths. This is the Sea of Fishermen. Who the hell? What?